親愛なる皆さんへ。この三次元の魂の学校で承認された人たちがより高い次元にアセンションしようとしています。新しい地球が地平線上に現れると同時に時間がとても加速しています。そしてこれまでのとても長かった試練と食材のサイクルが終わりを告げようとしています。2000年前にナザレのイエスとして転生した偉大なるマスターサナンダは、新しい地球が生まれるだろうという遺産と確信を私たちに残しました。この新しい地球は高次元の世界の一部となり、もう痛みや苦しみはなくなるでしょう。この古いサイクルの終わりには、人類には2つの運命があります。純粋な心の持ち主は新しい地球の住人となるでしょう。一方、新しい地球に行くために必要な周波数に達していない人々は、新しい地球から去らなければなりません。これが、もみ殻から小麦を分離するという比喩の理解です。魂の学びにおいて、この地球に来たからといって、何も変わることはありません。三次元の限られた意識のサイクルは閉ざされ、以前のように制限されることは何もありません。三次元の人の頭では、五次元の意識のキャパシティを想像することもできないほどです。ある瞬間に、あるいはいくつかの出来事によって、そのベールが決定的に剥がされ、新しい意識の世界が姿を現すことでしょう。それは私たちの魂のバージョンが工事のバージョンと統合される瞬間なのです。この統合によって3次元のフラクタルが上の次元のフラクタルと統合されます。これらの統合は5次元から9次元までの次元と互換性のある周波数ではありますが、一つに統合されるところまで加わっていくでしょう。この5次元の周波数に入るためには最終試験に合格する必要があります。それぞれの意識の中に残っている3次元の波動を本当に手放す必要があるのです。それは単なる細かいことではなく、魂にとっての荷物の一部であるパッケージの集合体です。これらのパッケージとは三次元の古い地球の感情、信念、習慣のことです。恐れ、怒り、罪悪感などは間違いなく最も重いものです。そしてそれらのエネルギーを癒す必要があります。このようなエネルギーは5次元ポータルの通過を妨げる障害物です。そしてこのメッセージのタイトルにあるように、私たちはまさにそこで試されることになるのです。まずそれを学び、そして実践してみましょう。この地球学校にいる私たち全員はアセンデッドマスターと高次元の兄弟姉妹たちから無条件のサポートを受けられます。そのようなヘルパーたちはそれぞれの転生した魂のそれぞれの段階を気にかけているのでしょうか？彼らは高い波動の存在と低い波動の存在を区別しているのでしょうか？今日の人類の中で実際に見ることができるように、彼らはこの世界に存在するあらゆるものの違いと多様性から人間同士を互いに戦わせていますか？ですから、もしヘルパーたちが私たちの違いを気にせず、また悪名高きものであっても、このアセンションに参加することを止めないのであれば、今、アセンションする人たちは、すべてがアセンデッドマスターになることを考慮しておく必要があります。なぜなら、この段階に進むことで、
他の食材と試練の世界で学んでいる魂たちを、そのような世界に連れて行かれる人類の一部も含めて、サポートすることができるようになるからです。このことから、他者の限界を今、受け入れずして、明日、アセンデッドマスターになれるわけがないということを理解し、推論することが容易になります。もちろん、まだ意識はそのための準備をしている最中ですが、できるだけ早く、それを実践することが必要です。このバイブレーションが意識の中に残っていると、自分自身のアセンションを妨げることさえありますから。他の人がやっていることで、私たちの見解では正しくないことに同意する必要はありません。ですが、私たちは思いやりを持って、それを見ることができます。私たちは、相手が間違っているのを見たとき、その人がまだ、そのような教訓を通過していないということを理解しなければなりません。そして、たとえ、何万年、何百万年かかったとしても、その人もアセンションの門をくぐる日が来るのです。相手を理解し、受け入れ、相手の遅れに同情し、そして何よりも、ジャッジせず、怒らず、自分の限界をさらさないことが、常に道であり続けるのです。それぞれが、まだ自分が必要としている現実を、共同創造しているのです。私たちは、すべての人が同じ意識でいること、つまり私たちと同じ理解でいることを要求することはできません。もしアセンデッドマスターが私たちにそれを要求してきたらどうでしょうか？尊敬というのは人間だけに限ったことではなく、地球上のすべてのものに対して必要なことです。動物、植物、その他、地球上のあらゆる資源は、私たちが来たのと同じ、源から来たエネルギーです。すべての領域と、すべてのものの間にある調和は、私たちが、すべて一つであるということを、理解することでもあるのです。自分が何かを傷つけるとき、それは、自分自身を傷つけることになります。自分が自然を汚しているとき、自分自身の魂を汚していることになるのです。ですから、私たちは自分の現実の共同創造者なのです。人との違いや、その人の置かれている状況、困難、課題、そして自分の痛みと他人の痛みを理解しましょう。誰かが特権を得るということは、他の誰かからその何かを奪う必要があるということであり、誰かが多くを得れば、他の人はほとんど何も得られないということを知りましょう。特権を欲しがり、必要以上の力を求め、何が何でもエゴを満たし、他人の財産や公共財産など、その他の誰にとっても役に立つ、あらゆるものを破壊したり、傷つけたりすることは、五次元への不承認証明になります。不必要な執着は、あなたの内側に、まだ多くの恐れがあることの表れです。私たちは、今、古い三次元世界の、最後の段階にいます。最後の頑張りがまだ必要ですが、この頑張りは自分の能力と限界を超えるものではありません。あなたはここまで来ることができたのですから、あなたにはできます。信じてください。私はバイタルフロー氏です。私の使命は大いなる目覚めです。ナマステ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。
チャンネル登録、並びにグッドボタンを押していただけましたらとても励みになります。どうもありがとうございました。